皆さんこんにちは、倉石桃子です。ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は家でまったりとも行かず、子供のね喧嘩を止める係になっております。もうねうちではね悲鳴がね鳴りやみません。ゴールデンウィークの方がね疲れちゃうかなと思いながら、やっぱりね思いますけど、いつもね子供の面倒を見てくれてる幼稚園の先生だったりとか会社の託児の先生ですね、本当にもう感謝しかありません。やっぱ自分でやってみるとねすごい大変だなと思います。で今回はラーメン麺特集ということで、ラーメンだったりとかおすすめのね混ぜそばのお店をご紹介したいと思います。そして今回からプレミア公開というのをやってみることにしました。毎週金曜日21時からにしようと思ってます。私今まで知らなかったんですけれども、リアルタイムで視聴者さんと動画見ながらチャットできるらしいですね。すごい進歩したなと思って。で YouTube ライブだと子供周りうるさくてできないので、まあチャットならねいいかなと思って始めてみることにしました。動画がねいつ配信されるか分かんないよっていうね、インスタにメッセージもちょっといただいたことあったので、まあ、ちょうどいい機会なので、まあ、毎週ね金曜日の21時ですね、こちらに決めちゃいました。もしね私とチャットしてみたいっていうね変わり者の方とかいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録して存分に楽しんでいただけると幸いです。ちなみに5月の4日になるので、次の配信は5月の14日の金曜日にしようと思っております。そして今回はラーメン特集ということで、ぜひ長野のラーメン屋さんで皆さんが好きなお店ありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは最後までお楽しみください。どうぞ。まず最初にご紹介するのが、来来亭長野高田店さん。全国のラーメン屋さんのチェーン店ですね。滋賀県が本店みたいですね。ものすごくね目立つ黄色の看板、通り沿いですぐにわかります。駐車場も広くてたくさんあるんですけれども、昼12時付近ですね、満車で並んでる人もよく見かけます。そしてラーメン1杯で1ポイント、80ポイントで1日1食1ヶ月間無料というですね、ラーメン好きにはたまらないポイント制度もあります。店内はコロナ対策のためにリニューアルされまして、仕切りだったりとかタッチパネル式になってました。そしてこの日は本当に久々にですね、来来亭さんに行ったんですけれども、こんなにね元気よかったかなっていうぐらいね、店員さんめちゃくちゃ元気よかったです。本当ねこっちまでねああいう挨拶されると元気になれて、すごい嬉しい。一人だけじゃなくてね、みんな店員さんね本当に元気よかったです。すごいもうね見習わないといけないなと思いました。そしてメニューも豊富です。どのラーメンも美味しそうですね。たくさん種類があるので何度来ても飽きないと思います。そしてここはラーメンのねカスタマイズ、本当にね細かく指定できます。麺の硬さはバリ硬から柔らかめまで決められて、背脂の量だったりとかネギの多さまで決められます。そしてこちらの来来亭さんですね、 YouTube もやってらっしゃいました。なんとね2021年5月の14日15日16日この3日間限定で20分の1の確率でどれだけ食べてもその場でお会計が無料になるキャンペーンをやるそうです。このキャンペーンの動画作成を来来亭の社員さん作られてたんですけれども、本当にねテンションがマックスですごい面白かったです。私ねもう3回ぐらい見ちゃいました。気になる方はねぜひ見てみてください。そして先ほど動画出てきましたが、来来亭さんは梅干しが無料で食べられます。ラーメンと梅干しってねなんか合うんですよね。タッチパネル式は画像も分かりやすくていいですね。私はいつもバリカタです。細麺の片面が好きなのはやっぱり福岡県民だからでしょうか。なんかねこの紹介文からもこの会社のね楽しさが伝わってきます。ほんとね微笑ましい限りでした。そしてやってきました、私が頼んだのは味玉ラーメン、バリカタネギ多めです。平日はライスも無料でつけてくれます。手油の量まで調整できるのは珍しいと思います。そしてこのラーメン細麺であっさりすすれます。あのすする TV さんわかります？ YouTube さん、あちらも私も好きなんですけれども、あちらの方ね美味しそうに食べられてました。本当にねそれで、ね、さらに美味しいんですよ本当に。私ちょっと食レポ苦手なので私できないんですけれども、 YouTuber さんってすごいですよね。もうなんかすごいなんかラーメンの専門みたいな方いらっしゃいますけど、すごい美味しそうに食べるなと思っていいなと思いながら見ております。でこれはねほんと何回食べても美味しいので、これ3食来来亭のラーメンでもいけちゃいそうですね。80ポイントね本気で狙っていくと他のね食レポができなくなりそうなので、ちょっとやめときますけど、そのくらい美味しかったです。次にご紹介するのが麺工房稲瀬さん。ここもファンが多いラーメン屋さんですよね。パパのねお気に入りです。
独特なね丸い外観です。通り沿いにあるのですぐにわかると思います。駐車場もお隣にあります。ちなみにテイクアウトもできます。席はテーブルとカウンター、座敷もありました。そしてメニュー表、動画でねごめんなさい撮り忘れちゃったんです、すみません。ちょっと画像静止画でご紹介なんですけれども、ブシ盛りは並盛りが 300g なんですよね。すごいボリューミーです。隣の方はいぶきですね、頼んでました、大盛り頼んでましたね。ランチは平日限定、ライス麺大盛りが無料でサービスとなっております。そしてですね、私が頼みましたの九条ネギラーメンのこってりにしました。ネギ好きにはね本当にたまらない一杯です。ちなみにラーメンにはすべてあっさりかこってりかどっちか選べます。こってりの方がねあっさりよりも100円高いですかね。こってりはスープがとろっとしてて麺は細麺です。よくねスープと絡んでとっても美味しかったです。そしてこちらがぶし盛りのつけ麺ですね。でまみでこのね 300g とはですね驚きです。スルッとした喉越しで濃厚魚介豚骨つけ麺です。こちらは稲瀬さんの一番の人気メニューです。とっても美味しかったです。最後にご紹介するのが麺屋こころ長野さんです。台湾混ぜそばのお店です。もともと中古書なの米商があったところですね。そちらの方にオープンされました。ね、これね、相当前の画像なので雪が降っちゃってますね。すいません。駐車場はお店の前と第二駐車場もあります。結構ね、ここ車が通るので運転注意してください。唐揚げもテイクアウトできます。唐揚げテイクアウト専門の窓口もあります。これね、2つから購入できるみたいですね。私ね、知らなかったんですけど、これね全国にあるみたいですね。心さんすいません。カップラーメンとかね袋麺にもなっておりました。唐揚げはとっても大きくて醤油味の唐揚げみたいですよ。こちらが混ぜそばのランチメニューです。大きな唐揚げが2つついてくる唐揚げ満腹セットも人気です。入って左手に食券機があるのでそちらで食券を買って席についてください。最後に追い飯も無料で注文できます。タレをね少し残しておくといいということです。そして中に昆布酢入れるとねまた一味違ったね楽しみ方ができます。私は実は辛いの苦手なので本当ね昆布酢でまろやかにして食べました。席はカウンターとテーブル席です。元気のいいいらっしゃいませの声が飛び交います。唐揚げも大きくて食べ応えがあります。台湾混ぜそばは唐辛子とニンニクを効かせた醤油味のミンチを極太麺にのせた汁なしの麺だそうです。ニラ、九条ネギ、魚粉、卵黄をのせてかき混ぜて食べます。下に海苔もありました。そして私が頼んだのが肉入り台湾混ぜそば1060円です。この大きな肉のゴロゴロしたですね肉が特徴的です。混ぜると結構楽しかったです。ちなみにトッピングも追加でできます。肉増しやメンマ、卵黄、マヨネーズなどなどそういうのもトッピングできます。そして女性人気なのはチーズ台湾混ぜそばだそうです。ちなみにこちらのお店お昼は11時半から15時まで、ラストオーダーが14時45分夜は17時半から22時までラストオーダーが21時30分だそうです。女性のねお客さんも多かった気がします。なんか松本にもねお店ができるっていう噂があったんですけど、それはどうなったんでしょうか。まだできてないんですかね。ほんとね麺がもっちもちでよくタレとも絡んで美味しかったです。やっぱりでも辛いのがね苦手な人はちょっとね注意しないといけないかなと思います。逆にね辛いの好きな人絶対好きだと思います。これねほんとねなんか辛いんだけどもハマってしまいそうな人続出しそうな予感がします。最後はね締めのご飯ももらいました。本当にね美味しかったです。ぜひ行ってみてください。皆さんいかがでしたでしょうか。初のプレミア公開ということで誰か一人でもリアルタイムで見てくれてる人がいると嬉しいなと思っているくらいしでございます。やっぱり今ランチ会とかができないので情報交換のね場というかなんかねワイワイできる場所がなあるといいなと思っていて、毎週ね金曜日夜9時からやりたいと思っています。まあ、いつまでね続くかわからないんですけれどもなるべく続けていけるように頑張ります。次回はね先ほどもお伝えしたんですけれども2021年の5月の14日でお願いします。最後によく福岡でね行く美味しいラーメン屋さん聞かれるんですけれども、私ね全くね知らないんですよね。というのも学生時代はですね袋麺しかね食べたことなかったからです。そして他のグルメの美味しいとこもね実は知らないんですよね。ぜひね私がね帰省した時用に福岡の美味しいお店してるよっていう人がいればね教えてください。ちなみにねシュークリームだけはね福岡のねオーベルニュっていうところがあるんですけれども、もうねそこにね勝るねシュークリームまだね今までね食べたこと実はないんですよね。長野でね美味しいシュークリームあれば募集しております。それでは今回はこんなところです。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。